この体験会は人手不足に悩むバス運転手の確保につなげようと中央バスグループ4社が初めて企画しました。体験会には40代から50代の男性3人が参加。参加者は職員の指導を受けながら教習場内で実際にバスを運転し感触を確かめました。普通車よりやっぱり、難しいなと思います。バスもなんか欠かせない乗り物だと思いますので自分で役に立てるんだったらということで前向きに、バス運転手考えたいと思います。中央バスグループは今後も毎月体験会を開催し住民の利便性向上につなげていきたいとしています。